なんか、バレてねえからよかったけどさ、この前なんか、うちでね、ニコラジやったんだよ。んでね、ロケハンで来るっつった時に、なんかちょっと2、3日前の6時ぐらいに一回うんこ団地行きますね。つって、ああ、いいっすよ、つって。前日の俺デリヘル呼んでたんだよ。そんで、まあ、泊まってけよ、つって女泊まらして、3時ぐらいに解散しようとしてたら、寝過ごしちゃって、6時のピンポーンってなった時に、裸の風俗嬢と俺パッと起きて、やばーと思って。やべえじゃん。だから女裸のまま、風呂場に叩き込んで、ほんでバーッとスタッフ4人ぐらい来て、いや、こっから先はお風呂場なんで別に、入らないでくださいっつって。クビになると思った、俺ほんとに。アシスタントがこのやりてえ方でやっててさ。あ、風呂屋の女がいるからダメだよっつって。バレてなかったからいいや。バレなきゃいいんだよ、結局は。バレなかったわ。でも、女の、女性のスタッフはさ、気づくんだよね。なんか、うもちゃん、なんか今日女の子呼びました、みたいなこと言ってて。いや、呼んでないです。そんなことするわけないじゃないですか、つって。危なかったわ。バレたら怒られるとこだった。あの話はしてないんだっけ、あの話はオフレコなの。なんだっけ、そのロケハンに来た時もっていうの。あ、女がいて。そう、マジそれね、本当ね。それね、言っちゃったよ。そう、ロケハン、そう、うちでやるってなった時に、一回ね、まずチェックしに行くからって、うちのプロデューサーが、はい、女プロデューサーですよね、行った時もいたなって。僕寝坊しちゃって、寝坊しちゃって、女の子家にいて裸で2人寝てたんですよ。ピンポンって鳴って、はい、来ましたみたいなこと言われたから、急いで裸の女の子を風呂場に閉じ込めて抱きしめて。別にさ、プロデューサーに隠すことはないんけ。いやー、ダメージ、やべ、こんなアシスタントが、そう、ロケハン来るのにもかかわらず、なんかこんなね、女と遊んで、っていうのは、俺クビになんじゃねえかなと思って。そういうことを考えたんだ。そう、山田さんの顔ちらつきましたよ。やべえと思って。全然そんなのはクビにならないんですよ。だって、そこは関係ないじゃん。そうっすかね。そこは自由だもん、だって。いや、それで、俺ちょっと若干寝坊しちゃった。だからやべえと思って。そっちもあってね。そう、だから僕はそっちはちょっと何もないんで行かないでくださいって、僕はこうやってガードしながら。うわ、じゃあいたんだその日。いました。お風呂場でこうやって隠れて、帰るの待ってましたよ。よかったね、そのプロデューサー女だからさ、変に誤解されたら今度ほら、あんたの女なのかみたいになって。それがね、なんか大丈夫だった、今日なんかうんこちゃんちは女の匂いがするみたいな。鼻が効くの。またうちのプロデューサー。そう。気持ち悪い。鼻めっちゃ効いて。いや、なんか、いや、うんこちゃんそっちにしてよとか言われて。いや、こっちはおかしいね。本当なんもないから別に大丈夫ですよ。面白いじゃん、いい人生送ってる。ギリギリのところでなんとかごまかしました。ね、はい。